廃墟探索で何か違和感とか感じたことあります？あるね。うん、有名 YouTuber も最近かなり行ってるけど、新潟の、病院の廃墟とか、ね、霊安室あるけど、お線香とか、煙の匂いしたね。そう。1階入って煙の匂いしたのに、2階入ったら匂いがしなかったとか、マジである。うん、あと精神病院の廃病院で、20年前のナースコールの音が配信で入ったりとか、リーンっていう、マジで。うん、あるよ。本当に。俺は霊は見えないけど、音と匂いはあるね。目では見えたことないけど。うん。ナースコール、ガチで。だってもう廃墟だから電気取ってないじゃん。周り森だし。朝倉病院、そうそうそう。あそこでナースコールになった。霊感ないのに出るから、もうマジでやばいと思うけど。うん、なんかその霊じゃないけど、なんかあるんだろうね。なんとも言えない。でも、やっぱりみんなに一番信じてもらえるのは沖縄のホテルの廃墟だと思う。俺とエリックとエミと行った時に、その砂浜みたいなその端っこのところに、崖のところにさ、ホテルが建ってんだけど、周りが砂利道で歩いてたんだけど、まあ、ライト照らして周り真っ暗なの。で、前照らして歩いてるんだけど、何も見えないのに、10メートル、20メートル前から、配信でも乗るようなちっちゃい音で乗ってたんだけど、俺らはすごいはっきり聞こえたよ。砂利を踏む音が、ジャッ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 って更新する音が前から聞こえるんだよ。ジャッ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 みたいな。で、どんどん近づくんだよ。で、俺ら足止まるやん。で、しかも3人同時にピタッと止まるんだよ。3人とも聞いたんだよ。俺だけじゃないんだよ。俺も隣も、ジャッ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 と音を聞いたんだよ。で、俺ら体固まるじゃん。何にも見えないんだよ、ライト照らしても。何にも見えない。闇の中から人が歩いてくる音が、更新が前から来るんだよ。で、それで、めちゃくちゃ怖くて、ブワーって走って逃げて車の中に戻ったんだよ。途中こけながら。今の聞こえたかって言ったら聞こえた。で、そこで配信、本当だったら終わりたいんだけど、まあそれを許さないのがリスナーじゃないですか。もう一回行けって話になって。で、もう一回行ったら、今度は足音は聞こえなかったんだけど、また何も見えないのに、ものすごい大きいなんか、上から机が降ってきたかのようなガッシャーンと音が、ホテルの屋上からバチャーンと音がしたんですよ。で、バッてライト照らしたら何も上から落ちてきてないんだよ。もうほんとベッドか机かそれぐらいのサイズのものだよね。上から家具が降ってくるような音でガサーンって言った。なんだこれって言ったけど何も見えない。それでも配信は続行ですよ。んで、そのホテルの内部を、結局なんか5階建てぐらいだったけど、ホテルも。全部見て回って。そう。見た結果、特にさ、なんかその、やばそうなものってのは、その音以外は何も見つからなかったんだけど、やっぱ気になるじゃん、なんかあったのかな、その場所って。俺はなんかネット上で軽く調べて出てきた新スポとして行ったつもりなんだけど、そこのホテルの過去に何があったのかなってすげえ気になって、その後ホテルの名前を入れて、そのエリックっていう配信者の家でね、パソコン貸してもらって、これ1時間2時間調べたんですよ。そしたら、そのホテルからいろいろ情報が出てきて、何があったかっていうと、カップルがホテルの屋上から飛び降りたんですよ。だから、何も見えずにガッシャーンと落としたって言ったじゃん。家具みたいなのが降ってくるような音だったって。ものすごい大きい音がした。っていうことなんよね。もうそれで鳥肌もんですよ。だって行った時は知らなかったんだよ。だってカップルが飛び降りた場所なんて。知らなかったんよ。なのに、その音を聞いて、家帰って調べたらそんな情報が出てきたら、鼻血よね、マジでね。うん。っていうのがあった。そう。いや、なんか違う、普通のホテルよ。うん。今も多分沖縄にあるよ、それ、その新スポ。で、俺が行った時はさ、ちょっと風も強くて、風でなんか落ちてきたのかなって。風の廃墟ってめちゃくちゃ怖いよ。病院とかホテル、カーテンとかがバサ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 って言ってんの。もうマジで怖い。うん。そう。マジで怖い。またみんなで録画の検証して。俺行けないっす、そこは。一人じゃ行けない。俺もう一回行けって言われても無理だもん。だって昼間にもう一回行き直したけど、リスナー連れてったもん。いや、無理よ。めちゃくちゃ怖いもん。めちゃくちゃ怖いもん、本当に。場所未だに覚えてるよ。お姉ちゃん怖くてもめっちゃ行くよね。怖いとなんか、怖いもの見たさで足が進んじゃうんだよ。怖いのにめっちゃ。うん、でも俺、
沖縄以外だと岐阜の銃殺の家ってとこだね。もう話すだけで鳥肌出てくるもん、怖すぎて。保険金殺人の家です。奥さんが旦那さんに保険金かけて家の玄関の前で射殺されたっていう、岐阜銃殺の家ってとこがあるんですけど、そこの岐阜銃殺の家が呪怨みたいな家で、周りが木に覆われてて、門を開けて中入ってくんですけど、家の作り自体が間取りがなんか変で、玄関がわけのわからない居間の横ぐらいのところにあるんだよ。そう。で、中入ってくんですけど、俺がいた時まだ真新しくて、2階の子供部屋と両親の寝室がまだしっかりと残ってたんですよ。そう。で、両親の寝室のタンスの中に、当時家に住んでたその家族の写真のネガがあるんだよ。それ見た時もう、ブワーだからマジで。うーわーだからマジで。もう痛くないからその場に。死んだ人のネガなんか見てみマジで。無理やぞ。ねえ、死んでんだぞ。だってもういないんだよ。殺されてんだよ。ネガ出てくんだぞ。家族写真の。もうブワーだからマジで。ねえ。無理だから。子供部屋もまだちゃんとあったし、当時は。そう、荒れてなくてね。生々しい。もうなんで残ってんの？いや、ほんとさ。でもなんか、まあ、ちょっとこっち系の話で。そう。だから、殺されとるやんか。だから多分なんか理由があって、それもやっぱりこう、取り壊せないんじゃないかなっていう。権利の問題とかお金の問題とかね。いや、今はどうなんだろうね。どうなってるかわからない。もう結構もう10年近く経ってるんで。だってその俺の配信を見てたバッカスっていうやつが涙流してたの。ミラーしながら怖くて眠れないとか言って。お前が俺の配信見てるからだろうって話なのに、他の配信者も怖がってその俺の配信をミラーしてて、ミラー越しに見てたんだけど、みんな怖くて泣いてたんだから。怖すぎて見れないよ、この配信っていう。だって俺、土地狂って春に行ったんだけど、その時あまりに怖くて、銃殺の家の庭でつくしとって気を紛らわしたもん。頭パニックになっちゃって、怖すぎて。だから家の外出て気持ち紛らわせるわとか言って、定点心霊つくし配信とか言って、その銃殺の家のつくしとってた。怖すぎて。俺は泣いてないけど、めっちゃ怖い。めっちゃ怖い、マジで。トイレ行けなくなる。トイレってなんで怖いの？トイレ怖いって思ってる人ってさ、昭和だよね。トイレが花子さんとか、トイレから青い手が出てくるとか。昭和だよね、トイレがイコール怖いっていうのは。だって今の若い子別にトイレ怖くないでしょ。風呂が怖いとかならわかる。風呂のが怖くない？俺んちのさ、風呂さ、立て付け悪くてさ、ドアが毎回開くんだよ、勝手に。ギーみたいな。そう、家が傾いてるのか、扉が閉まんないんだよ、ちゃんとね。風呂場の扉がね。だから勝手に開くんだよ。だからバスタオルが取りやすいっていう。開いてっから。こうやって頭洗ったり、体洗ってる間にドアが開いてるから、ペテ手伸ばせばすぐバスタオル取れるから。ドア開けずに済むっていう。便利なんですよ、結構。いや、でも、大丈夫だよ、みんなお風呂。怖くない。幽霊も怖いよね、そんな垂れた体見たら。浮き輪何個ついてんだろ、このおばさん、みたいな。うわーみたいな、すっぴんの裸のおばさん見る方が結構怖くない？だってあれでしょ、ワンピースに出てくるベラーミーの足みたいな感じでしょ、体。バネバネの実のベラーミーっているんだけど、足がバネになるやつね。そう。ベラーミーみたいな感じでしょ？ね、両方に失礼やぞっていう。私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。センキュー！